テオドリック一世は、西都王、アラリック一世の諸子、または、義理の息子とも言われている。418年、テオドリック一世は、ワリアの後継者として即位した。ローマ人たちは、ワリアに、西豪都族を連れて、イベリア半島からガリアへ移るよう命じていた。テオドリック一世は、ガリアア・クイタニア、ノエンポプラニア、ガリア・ナルボネンシスへの西豪都族定住を完了させ、 その後西ローマ帝国の衰退に乗じて、領土を南へ拡大した。ホノリウス帝の死後423年に、ヨアンネスが帝位を散脱すると、内乱がローマ帝国内で発生した。テオドリック一世はこの状況を利用して、重要な道路の交差路であったアルルを攻略しようと、したが、マギステルミリトムのアエティウスが噴属の協力を得て、アルルを救った。 西ゴート族は条約を結んで、ガリア貴族を人質として獲得した。後に皇帝となるアウィトゥスは、テオドリック一世を訪問し、西ゴートの宮廷に滞在して、テオドリックの息子たちに学問を教えた。435年に、フランク族がケルンやトリアを略奪すると、ローマ人たちは彼らを制罰することを考えた。テオドリック一世は、 地中海やピレネー山脈とのアクセスの良いナルボを攻略する絶好の機会と捉えた。しかし、粉族の協力を受けたリトリウスは、ナルボ攻略を阻止し、西ゴート族を彼らの首都トローサへと駆逐した。テオドリックの和平の申し出は拒絶されたが、王はトローサで決定的な勝利を収めた。負傷したリトリウスは、西ゴートに囚われたまま死亡した。アイティウスの命令で、アウィトゥスは、 トローさえかい、和平を申し出てテオドリックはこれを受け入れた。おそらく当時、ローマ人は、西ゴート族国家の主権を認めたのである。テオドリック一世の娘は、バンダル族の王ガイセリックの息子であるフネリックの妻となっていた。しかしフネリックは、後に、ウアレンティニアヌス三世の王女、エウドシアをメトローと格索した。そのため、フネリックは、テオドリックの娘を、 夫を殺そうとしたとして告発し、444年に父親の元へ送り返した。この一件が元で、西ート族とバンダル族の関係は険悪化した。アエティウスの敵で、元マギステルミリトムのセバスティアヌスが444年にトロサへやってきた。そこで、アエティウスとの不自然な関係が露呈し、テオドリックはバルセロナを乗っ取った歓迎せざる訪問者を追い払い、 450年にガイセリックの命令で彼を処刑した。テオドリックは、スエビ王、レキラと敵対していた。446年のスエビ遠征で、西ゴート軍は、ローマの将軍、ウィトゥスを補佐していたからである。しかし、強力な防衛力を持つスエビの能力、バンダルとローマ帝国の関係正常化に伴い、テオドリックは、対外政策を転換した。449年、 デオドリックは、末ビの神王となった、レキアルと自らの娘を結婚させている。西ゴート軍の助けを借りた、セビリアのイシドールスによれば、帰国の途についた、レキアルは、カエサルアウグスタ氏周囲を荒廃させ、狡猾な手段を用いて、リエイダを獲得した。アッティラが自軍を率いて、西欧へ進軍してくると、最終的にガリアを征服した。アウィトゥスは、 大奮族のため、テオドリックと長年敵対するアエティウスの同盟を格索した。奮族が自らの王国を犯すことを理解していたテオドリックは、この連合を承諾したと思われる。息子のトリスムンドとテオドリックを含む全軍で彼はアエティウスに加勢した。451年6月、西ゴートローマ連合軍は、シビタス・アウレリアノルムを救い、アッティラを敗走させた。 451年6月、カタラウヌムの戦いで、連合軍は、紛俗と改戦した。右翼をテオドリックが、左翼をトリスムンドが指揮した。テオドリックの軍は、ローマの決定的な勝利に貢献したが、彼はこの戦いで戦死した。東ローマ帝国の官僚、ヨルダネスは、テオドリックの死を伝える二つの説を記している。一つは、戦闘中に落馬して、 馬に踏みつけられて絶命したというもの。もう一つは、東ゴート族の戦士の槍に貫かれたというものである。テオドリックの遺体は戦闘の翌日に発見された。ゴートの監修に則っ,って、テオドリックの遺体は戦士たちの同国で迎えられ、戦場で火葬された。その後すぐ、息子トリスムンドが王位についた。ギボン エドワード The Decline and Fall of the Roman Empire, オリジナルの2004年9月14日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 4 0 9 1 4 2 3 4 5 2 9 h t t p e t e x t l i b r a r y a d e l a d o e d u a u g g 4 3 d c h a p t e r 3 5 h t m l h a t p r o s p a e p i t m a c r o n i c o n 1 2 9 0 i n mgh アクトレスアンティックイーシミー Q、p471 クローニカガリカオブ452 102イン mgh aa q p658 サドニアスアパロナリスレターズ7 12 3サドニアスアパロナリスカルメン7 215 s q 四7 495 s q 九プロスパーエピトマクロニコン1324ア千三1326イン mgh.a.a.q.p.475 ハイデシャスクロニクル107ウント110イン mgh.a.a.11 p.22 から23メリボーズパネジリックフラグメント 2a.23 インウォルマー mgh.a.a.14 p 9サドニアスアパロナリスカルメン7 246 sq.q. 7 475 sq.q. プロスパー エピトマクロニコン1335イン、MGHAAQ P476 ハイデシャスクロニクル116イン、MGHAA11 P23 サルビアン、デガバーナッシュンデイ 7Q39S99 プロスパーエピトマクロニコン1338イン、MGHAAQ P477 ハイデシャスクロニクル117 イン、mgh.aa.11, p23, サドニアス・アパロナリス、カルメン7、295sqq, ジョーデイニツ、ゲタカ36、184、ハイデシャス、クロニクル 129, イン、mgh.aa.11, p24 プロスパー、エピトマクロニコン 1342, イン、mgh.a.a.9、p470 ハイデシャス、 クロニクル134、イン MG、MGHAA11、P24、ハイデシャス、クロニクル 140&142、イ14ン、MGHAA11、P25、ジョーデイニツ、ゲタカ44、229&231、イシドレ、イストリアゴソーラム、バンドロレムイスオバラム87、イン MG、MGHAA11、P301、 サドニアスアパロナリス、カルメン7、332SQ9、7、336SQ9、7、352SQ9、プロスパー、エピトマクロニコン1364、イン、MGHAAQ、P481、コンペア上電率、ゲタカ36、187SQ9、サドニアスアパロナリス、カルメン7、 3 4 6 s 九九レターズ7、12、38、15、1、上帝率、ゲタカ37、195、グレゴリー・オブ・ツアーズ、イストリア・フランク・オラム2、7ビータ・エス・アニアに七ウント・10、イン、MGH、スクリプトーレス・レールム・メリビン・ジェカームん、112から113、3、115から116、上帝率、 ゲタカ38、197&201、ジョーデイミツ、ゲタカ40、209&41、214、ハイデシャス、クロニクル150、イン、MGHAA11、P26。ありがとうございます。